はい、それでは今麦賀市町の大池から上がってきたクジャクの尾びれを撮っています。なかなかいいんじゃないでしょうか。これだけの縦鯉レベルの魚が上がれば上出来としないといけません。なかなかいいと思いますよ。これは色揚げをやってないのでまだ色はちょっと真っ赤ではありませんけれども、色揚げをやったり夕日に当たれば色が真っ赤になります。赤トンボのようです。夕日に当たる赤トンボが赤いのは夕日に当たったからです。錦鯉のクジャクも夕日に当たると赤くなるというのは本当のジョークです。はい、じゃあこれで終了したいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。失礼します。